お疲れ様です。ジャンクスタイルです。ちょっと遅くなった、また遅くなった。まあ立て込むんですよね、月初というか月始めの方。トミカですね、8月のトミカ発表されておりますので、こちらの方をね見ていこうかなと思うんですが、ちょっと少ないかな、少ないよね。8月ってもうちょっとリリースがあるような気がしたんですけど、まあ7月結構あるからいいのかな。多分追加になるんじゃないかな。まあとはいえなかなかいい車種が入ってきてますんで、あと追加7月の追加もありますんで、それもね一緒に見ていきますんで、よかったら最後まで見てください。ジャンクスタイル。7月の追加からですね、この2種あれいつの間にって感じで、TCN についてはこの間も喋ったんですけど、ほんといつの間にかトイザラスさん入ってますね。トイザラス限定ですか？あれ？これってどっかの企業の特集になってたやつだっけ？もっとはまた違うのか。わかんないね、トミカも。ほんと追加でわかんない。7月のトミカの日か、この日は。なので、まあ、トイザラスさんは合わせてくれるよね。だからまあ、7月のトミカ買いに行ったついでにね、こちらも買えるんじゃないかなというところで、ああ、TCN はね、対象店でしか買えないですね。ああ、でもトイザラスもか。一周ずらしてくんのがあれだよね。イオンだよね。まあ、7月はイオンないんですけど、おそらく、6月に出たのか。だから9月ぐらい、3ヶ月大きいぐらいに出るんじゃないかなと思うんですけど、まあ、とりあえず、トイザラス追加なってますね。8月のトミカ見ていきましょうか。定番トミカから見ていきましょう。ナンバー76ダイハツハイゼットジャフロードサービスカー。いいね。これいいね。嫌いじゃないね。青のところが少なっていうか側面のね。でもこれはこれでいいね。すごくセンスがいいね。実際あるのかな？なんかありそうな気がしない？ハイゼットでジャフか。どうかな？わかんないけど。これいいね。間違いなく買いですね。ヘッドライトのクリアパーツのポッチが目立つね。ハイゼットってこんな感じだったっけ？全然覚えてないや。で、入れ替えの配板がナンバー76スバル WRX S4 STI スポーツ REX 投げ。こちらが2022年の7月発売なので、ちょうど2年ぐらいかな。で、配板ですね。入れ替え、本当に2年サイクルが定着してきましたね。3、4年ぐらいは持たせていい気がするけどね。その辺どうなんでしょう。で、初回特別仕様がある方がナンバー107ランボルギーニレベルトですかね。レベントンって言いそうなのね。でもこれかっけえな。サンプル画像を見る感じ、ミニ GT みたいな感じになりますよね。造形すご。通常がオレンジで、初回特別仕様がグリーンかな？グリーンっていうか、ライトグリーンっていうか。いいね。これ、期待っすね。意外とって言ったらあれだけどさ、トミカのランボルギーニって、すごいんですよね。すごい、超絶キャストが多い気がしません？フェラーリは、って感じだけど、ランボルギーニは、うおってなりますもんね。これは期待。久々のランボルギーニか。これは期待ですね。まあ、一昔前はね、トミカのランボルギーニが出るっつったら、すごいことになってましたけど、争奪戦だったんですけど、最近落ち着きましたね。数もあるし、まあ、通販等々もね、だいぶ浸透してきたんで、お店に殺到っていう感じではなくなってきたんですかね。で、入れ替えの配板が、ナンバー107、スバル、サンバー、ひまわり。あ、配板なんだ。2022年の8月、ああ、ちょうど2年か、これも。これが出てからね、景気カーなんかも出たしね、それの先駆けでしたね。超でっかいひまわりね。まあ、最近、廃盤情報が出て、すぐトミカ売り切れたりとかするんで、押さえときたいよとか、増車したい人いるかのわかんないけど、まあ、押さえときたい人は、早めに行った方がいいでしょうね。トミカワールドですね。トミカタウン料金所が出ますね。いいね、これ料金所。1870円もするのか。これ、拡張性があって、トミカタウン道路とつなげたり、2024年秋発売予定のツーウェイ賑やか高速道路とつなげて一緒に遊べますと。ただ、特にトミカはついてないのか。よかったね。よかったね。こういったのが出るときは必ず確認しますよね。トミカは付属してるのかいってね。
で、ジョブレイバーですよね。ジョブレイバー続けるんだ。あれ、シンカリオンがあんま出ないね。待って、トミカだからシンカリオン、乗ってないの？シンカリオン乗ってない？いいや、トミカ、ジョブレイバー、グランドビルドブレイバー、ダンプトラック&ブルドーザーデラックスと、かっこいい。これかっこいいっすね。これいかんな。おいくら ?7150円。なるほど。これはちょっとなんか、トランスフォーマーチックですよね。どうも。ジョブレイバー初2体のアーマートミカとジョブロイドでジョブレイバーが完成だって。だから、小松のダンプトラックとブルドーザーと合体するらしい。いいね。こういうの好き。こういうの好き。ダメだ。実はいくらぐらいだろう。わかんないけど、5000円。宝トミーさんもたまにこういうすっげえの出してくるよな。チーカー出ますね、チーカーは。去年に続きですね。SP 枠だったっけあれも。ドリームトミカの SP でチーカーはですね、モモンガ、クリマンジュ、ラッコですね。ラッコ。はい。ね、僕も去年は3種類コンプしたのかな。今年も行っちゃう？高えな、でも880円。まあ、どうしようかな。去年もね、割と店頭から消えちゃったっすね。まあ、あるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、それは、ミニカーファンが、なんだろう、穴場的なところを知ってるから、見つけられるだけで、一般的に、ちいかわが好きな人たちが、例えばトイザラスとかね、その大手量販店、山田電機さんとか行って、買えるかっつったら、なかなか買えなかったみたいね。ちいかわ人気はまだ怖いね。たまになんだっけ、島村じゃないや、どこだっけ。アベイルか何かでチーカーをやるときとかやっぱ並びますもんね。とか、人ごとみたいに言ってるけど、どうしようかな、買っちゃおうかな、どうしようかな、せっかくコンプしてるしな。トミカプレミアム出ますね。発売記念賞がないのよ。13番の三菱スタリオン。あれ黒でかっこええ。ええな、これな。いいっすね。ホイールがね、ちょっと、安っぽい感じがするけど、これいいっすね。スターリングいいよね。左右同開閉、リトラタブ、リトラクタブル、ライト開、展開収納。はい。言えた。これは、発売記念賞も出してほしい。二色展開で行ってほしいよな、こういうのはね。あれかな、タカラトミーモール限定とか出んのかな。いいけど。62分の1。まあ、トミカプレミアムの標準サイズぐらいかな。最近62分の1に慣れてきた。なんか64分の1だとちっちゃく感じるね。これはいいっすね。黒がいいね。いいね。いいね。入れ替えの廃盤がランエボですね。2022年の7月ということで、やっぱりちょうど2年ぐらいで廃盤ですね。2年サイクル多いのな、ほんとね。っていうか、この間出たばかりのような気がするけど、もう2年経つんだって。怖いね。これ見てる若い方、年を取るとともに時間が早く過ぎるっていうのは論文で証明されてるからな。怖えよ、どんどん早くなるよ、時間加速するよ。で、アンリミテッド出ますね。トミカプレミアムアンリミテッドとして、バックトゥザフューチャータイムマシーンと、そっか、パート3の通常バージョンと、パート3の鉄道車輪装着バー通常バージョンはナンバリング02なんですけど、鉄道車輪装着バーがナンバリングがないですね。これはどうなんだろう？ SP 枠みたいな感じ？再生産しない系？わかんないんですよね。ナンバリングあるのとないのとで、アンリミテッド。そもそもがあんまり再生産しないっていうね。あ、ちょっとごめん。トミカプレミアムアンリミテッド02。何だったっけ？廃盤？入れ替えの廃盤？何？忘れちゃった。とか言いながらね、皆さんにコメント書かせようとするんですよ。ゼロに分かる人コメント書いてくださいね。で、こちらなんですけど、散々こすられてはいるけど、どうかな。あー、そっか、ドリームトミカでも出てたね。持ってるわ。こんなだったっけ。まあ、企画動画がはかどるってもんですよで、2台並んでるけど、両者の違いは車輪だけかな。車輪タイヤ、だけかなと思うんですけど、1320円か、上がったな、上がったね。結構、バックトゥーザフューチャーも結構擦ってくるけど、ワイスピアも忘れられてるんですかね。去年はあんなに出たのにね。
今年になって1台も出てないか。もっといろんなやつ出してほしいよな。でもこの辺だとドリームトミカで金型があるんでしょうね。全く同じじゃないと思うんですけど、おそらくいろんなところが回収してあると思うんですが、出しやすいっちゃ出しやすいんでしょうね。8月のトミカ見てたんですけど、いかがだったでしょうか。あんま出ないようで、点数はそこそこあるし、全部買おうとすると結構な金額いっちゃうよね、みたいなね、感じですね。ちなみにこちらの予約開始は6月28、予約解禁がね、6月28なので、お忘れなく、僕はいつも忘れてる。いつも忘れてる。月末、月末と思ってたら、月末が金曜日っていうかね、30日が多分日曜日なんで、金曜日なんでしょうけど、絶対忘れてるもんな。まあでもトミカは予約しなくても、まあね、店頭で買えるからね、どうにかこうにかなりますもんね。まあ冒頭にも申し上げたんですけど、割と車種的にはいいものが結構入ってきてるし、あんまり、これはちょっとパスだな、いいやっていうのは極端にね、極端に絶対これはパスだみたいなのが、まあトミカワールドとかぐらいしか ないんで、いい感じの8月になるんじゃないかなと。ただもうちょっと追加あるんじゃないかなと思うんですけど、最近追加多いよね。結構バタバタしてるんですかね、タカラトミーさん。じゃあ皆さんが気になる車種等々ありましたら、ぜひ教えてくださいね。コメント欄でお待ちしております。じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。